はい、等です。まあ一色減りましたけど、一色減るんで、減った分インターバルは早くなるので、そこだけ気をつけましょう。まあでも普通にやればできますよ、これは。はい、72もね、ちょっと一個実験してみたんですよ。今紫消したところにおじゃんブロックあるんですけれども、あれがデッドライン超えて上にまだバブルくっついてたらどうなるかっていうと、案の定ちぎり判定になってクリアしました。なのでこのステージ実質ここにあるレインボーバブルだけ消してしまえばクリアできるっていうステージでした。まあ後でその動画見せると思いますけれども、いつかおまけでね。まあそのわけで73、まあ、反重力ですけれども、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、変なとこつけちゃったな。あら、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、黄色が出ない。 OK、 持ち上げてのこうでこうで OK、 危なかった。はい、74。まあ一言で何が違うのって言われても分かんない。違うことは違うんだけどね、それだけは確実。ちょっと待って。はい、75番スピード、これか、トラウマだな。ちょっと待って、なるべく離さないでいきたいんですけど、ちょっと待って、いやちょっと待って、いやちょっと待って、ていうかちょっと待って、右側が軽すぎて左側が重すぎるんだけど、ちょっとこう狙ったら消えてくれる。ああダメだ、もうダメだ。いや真ん中消そうと思ったんですけれども、なんかうまくいかなかった。そもそもどういう角度狙いなったらいいの、じゃないっても、いやそこじゃないんだけどな。オッケー、よかった、この状態になれば楽なんですけどね。さああとは我慢で、はい、オッケー。The Tower。 はい、じゃあ行きましょう。 C です。これは何を買ったんだ。これは紫消して、あ、赤出るんだ。
77地獄です。まさに気分はランニングヘルだよ。あれごめんなさい、もうやだやだ、マジやだ、ボンミスしたし、ほんとごめんなさい。なんでここでボンミスしたし、青と白、あ、青と赤が来てくれれば楽なことこの上ないですね。やべ、上が、上開けちゃったり、まあ、やっちゃえば楽なことこの上ないんですけど、赤とかくっつくわけがねえだろう、確定的に。だから、赤くっつかないだろう。まずいな、これ。ちょっと待って、今度左がまずい。っていうか、ちょっと待って。いらない色出すぎ。出すぎ。出すぎ。いらない色自重して、マジで。あー、もう。なんか、ボンミス目立ってきたな。そんなテイク2ですけれども、でも入んないですね、今のは。反重力も消えた。このジャンプで反重力奔走されな、翻弄されながらやってるようなもんですね。ある意味。あ、ちょっと待って。いつかのようなことはしたくないな。いつかの、いつかって一応まだ公開はしてないですけど、これ多分投稿時点では、あ、公開してるか。裏目 L の位置のあのバグみたいな感じになってほしくなかったんだけど、こうなんだ結局。よかった。いや、そういう問題じゃないんだけどね。79、これか。地獄です。地獄の次はまた地獄っていうね。これなんですけど、あそこレインボーバブに変わってんで、あ、作戦取らないといけないんじゃいけないんですけど、やばいやばい。まずここを消して、まあスターウォールで消してもいいですけどね。で、こう消して、あ、これでいいのか。まあ、こんな感じですね。はい、80。まあ、ここはちょっと、バランスフィールドが、あ、やばい、ね、ライン1個はなってるんですけど、入ってくれるかな。OK! そこさえ入っちゃえば、もうあとはもうこっちのもんだと思いたいんですけど。てか、あそこにオレンジくっつけたのがまずいことになってる。え？
本を売って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、あーまずい、変なことしちゃったよ。あーダメだ、できないな。うん、まあいいや、これもノーコメントで。死、death。